ラナバハドゥルシャハは、ネパール王国の、第三代君主。父は、第二代君主プラタープシンハシャハ。1775年5月25日、ネパール王、プラタープシンハシャハの息子として生まれた。1777年11月17日、不王プラタープシンハシャハの崩御に伴い、2歳で即位。母親、ラジェンドラ。 ラクシュミー皇太后が摂政を務めるが、1785年に死去。その後、オジバハドゥルシャハが摂政となる。この期間、24諸国を次々に制圧、ガルワール地方、クマーウン地方に進出し、領土を拡大した。1799年、溺愛するナイヒの生んだカンティワティ・デビーの生んだ、幼い息子のギルバン・ユッダ・ビクラムシャハに、位を譲り、 出家して、金欲主義者となる。だが、この上位は、着死ラノディオートビクラムシャハを差し置いての上位であった。ため反対が多く、重心ら95名に上位を認める起承文を書かせた上、その体感式には、パルパオープリトビーパーラセーナも招待した。ラナバハドゥルは、ギルバンユッダに上位した後出家し、アイヒ、カンティマティと共に、デウパタンに移って、 陰性をするつもりであった。だが、間もなく、カンティワティは、病に倒れたため、ラナバハドゥルは、ブラーフマナの助言に従って、パターンに移り住み、神々へのあらゆる礼拝供養多額の布施行を行った。しかし、その会も虚しく、同年10月31日に、カンティワティは死去した。この死へのラナバハドゥルの怒りは凄まじく、神やブラーフマナを罵り、 心臓を破壊するなど過激な行動に走るほどだった。そのため、ダモダル・パンデや、キルティマン・シンハ・バスネットらは王を放じ首都ヌワコートに移した。法王は軍をヌワコートに向かったが、軍は王やダモダルらに着いたため、1800年に、法王は、ビムセン・タパをはじめとする重臣らと共に、バーラーナシーへ赴いた。1804年、ラナバ・ハドゥルは、 カトマンズに戻り、ダモダルは、再び法王と対決した。だが、今度は、軍が、法王の側についたため、ダモダルは二人の子供と共に処刑された。同年に、計略で、パルパを制圧し、ネパールを統一した。その後、アマルシン・ハタパの軍が、ガルワ・アール、デラドゥンを制圧し、1805年以降は、サトレジ川にまで進撃した。 1806年2月、ギルバン・ユッダに、ムクティアールに任命されたが、4月25日に、弟のシェール・バハドゥル・シャハに視殺された。ありがとうございます。